松尾3度目の勝利権も勝つと思いますか、うん、勝ってほしいと思います、うん、OK、 いやもう負けないですよ、負けない、そうだよね、負ける気がない、いやだから私小倉選手の立場からしたらちょっと負けるわけにはいかないと思う、もちろんどんだけ、いやっていうかもう実力が小倉さんなんだって最近分かってきてるじゃないですか、そうだけどなんか若い頃思い出して松尾さんそうだったんだからなんか野辺地さんってなんか知ってますよね、知ってますよ、うん、それも偉大ですよ、ねえー、ダブルスとかもすごかったんですよ、すごいですけど勝ったんですよいやいつも優勝でね、すごいですけど、ちょっと世代がね、そうなんですね、うん、それ分かってもらえて嬉しいです、いやもうもちろん分かります、私はテニスやってるから、あ、じゃあ、うん、調子狂っちゃうね、恐れてますね。ちょっとそんな感じですね。ファーストリーに来てますね。うんうんうん、それじゃ立てないですね。ね、それをちょっと返したいのよね。シングルスポール。あ、シングルスポール大丈夫です。大丈夫。テンポイント難しいと思います。リアクション、松尾さん応援してるリアクションだったんで、そう